ネオこそ、イスタンブールでの二千四年大会にて、ゲルリパダル、ヘルシンキでの二千七年大会にて、クライシュラーディオ、ベオグラードでの二千八年大会にて、ビルギット・オイグメール、マルメでの二千十三年大会にて、ビルギット・オイグメール、ユーロビジョンソングコンテスト二千十三の決勝での登場順の抽選エストニアのユーロビジョンソングコンテストでは、エストニアにおける、 ユーロビジョンソングコンテストについて述べる。エストニアは1994年大会で初めてユーロビジョンソングコンテストに参加した。エストニアは1993年に大会への参加を試みたものの、旧東側からの参加国に課された予選である、クバリフカツヤザ・ミルストリートで、エストニア代表のヤニカシル・ダマーのマラチャット・ミルト・ JA スーダマ・トゥールドは敗退し、 本大会に出場することはできなかった。エストニアの最初の本大会出場となった1994年の成果はかんばしくなく、再開から2つ目に終わった。そのため、1995年は大会への出場ができなかった。エストニアから2度目の参加となった1996年大会では、マーリア・リース・イルスト、イボリガが、ケイラキー・エイチリット両隊。 9 4得点を集めて5位と検討した。1996年から2002年までの間、エストニアはほとんどの年で検討を続け、ベスト10入りを逃したのは1回のみであった。2001年にはエストニアは初めての優勝を経験した。同大会ではエストニア代表として、タネルパダル、デーブ・ベントン、ネックスエルがエブリバディを歌い、198得点を集めた。 翌年の2002年大会は、エストニアが主催国となり、首都のタリンで開催された。2004年から2008年まで、エストニアは準決勝でわずかしか得点を得られず、決勝に参加できない年が続いた。この間で、最も順位が高かったのは、2004年大会の準決勝12位であり、ネオこそがボロゴで、地位を歌った。ボロゴは数多くあるエストニアの方言の一つである。 エストニアは、ロシアのモスクワで行われる2009年大会について、南オセチア紛争への抗議として、参加を取りやめる、可能性があったものの、エストニア公共放送は大会への参加を望む、世論に応えて、大会への参加を表明した。それまでの大会の国内選考である、ユーロロールに代わって、新しい国内選考として、ジェスティラウルが行われ、アーバンシンフォーニーの、 ランドヤドが2009年のエストニア代表に選ばれた。視聴者投票では、ラウラ・ポルドベレが最多得点であったが、審査員投票によって覆された。2009年の本大会では、アーバン・シンフォニーは準決勝で115得点を集め3位となり、2004年に準決勝が導入されて、以来初めてエストニア代表として決勝への進出を果たした。 決勝では15番目に登場し、129得点を集めて25カ国中6位と検討した。エストニアから高得点が送られた国々、エストニアに高得点を送った国々、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。